ギガ連射。さあやっていきましょう、今日。ほう、アドビフラッシュプレイヤーから、カメラとマイクのアクセスを許可しろと言ってきてる。あ、声が聞こえるんですが。まずは、ローネの2ラネ目、こうやっていこうと思っております。まずはあらすじからと言いたいところだけど、ピシッと入るところかな、あるね。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、人を笑わせることが大好きな驚異の無表情キャラ、ローネ。今日はにらめっこであなたと勝負だ。ローネはいろいろな姿であなたを笑わせようとするよ。マイク入力にも対応しているので、マイクを持っている人はつないでみようってことだってよ。ちょっと音声が怪しいけど。ゲームの遊び方。マイクをパソコンに接続しよう。ヘッドセットが理想的。なるべくタイトル右上の、画面の右上の丸が緑になるようにマイクの録音レベルを調整してください。フラッシュプレイヤー設定のウィンドウを入れたら許可にマークをつけて閉じてください。あとはローネとにらめっこするだけ。笑うと負けてしまうぞ。でもマイクがなくても遊べるよ。わからんな。とりあえずやってみるか。はい。え、なんで？これ笑ってないんだが。ははは、へ、は、ははは、あー、ははははははは、わー、ははははは。いや、わかんねえ。声出してもなんか反応しねえし。ローネ、おい、俺だ。いや、わかんねえ。勝ち方がわかんねえ。教えて、誰か。何これ。俺だ、スモークだ。俺はスモークだ。ローネ、俺は、ちょっと勝ち方がわかんないんだよ。勝ち方がわからん。いや、わかんねえ。 え？どういうこと？ちょっと待って、下のコツを見てみる。笑いをこらえて、もう何度も挑戦してる。いつかきっと勝てる。うるせえ。いつか勝てるはずって書いてある。コツにそんなメッセージが。んぞ、これは。てって。ああ、やっぱ大きい声出すとダメだな。もう一回大きい声出してみようか。イエーイ！あ。やっぱり。いや、ちょっと待って、笑ってないって。マイクの設定を切ってみます。これでどうだろう。勝てん、ローネに。待ってくれ。そりゃ分からん。勝ち方が分からん。これは無理ゲーですね。
た。と、トラッキング外れている。わからん。勝ち方が全くわからん。虚無すぎる、この時間。ダメだな。勝ち方わからん、お前。誰がこれ、勝ち方わかる人いたら、教えてください。勝ち方がわからん。はい、ということで、ローネのにらめっこでした。勝てず。ベベン。